デトロイトビコミヒューマン続きやっていきましょう。お、11月7日になった。日が明けてすぐですね。今回はカーラ会、ルーサーが新しく仲間に加わりまして、ルーサー中立、アリスは信用、なるほど。3人でカナダへ国境越えをしようというね、カナダに移住しましょうというところですが、なんだ、カーナビかなんかかな、テレビだから。何なんだよその罠なんで俺らが聞いたら世論が下がるんだよ。シュレーディンガーの世論やめてルーサーとお話ができるみたいなんで、じゃあ車について聞いてみるか。スラトコの車のおかげでアリスが凍えながら歩かずに、ズラトコから奪ったやつなんだこれ。乗ってるとこは一度も見たことない。ああ、でもなんか自動運転とかでハイテクそうだけど、これちょっとラジオがうるさいんですけど、次のチャンネルってことはこれ消せなそうなんで、そのまま話そう。協力者、これから会う人たち、すいません、そうラジオうるさいですけれども、どうやって知ったの？閉じ込められてたアンドロイドが、アンドロイドの国境越えを手伝う人間がいる。なるほどね。嘘だったら罠かもしれない。そうだよね、散々騙されてきたからなこれまで。彼らはみんな本気で信じている。うん、殺されちまった。そっか、あれなんだね、これから国境越えを手引きしてくれる人間に会いに行くっていう流れみたいだね。何が起きた。なんだ、ズラトコの罠か。こりゃまずいな。かっこよ。それ俺も欲しい。車のエンジン、なんか普通に車に不調が起きたのか。なんかボンネットから煙吹いてるわこれ。なるほど。それにしてもアリスは動じてなかったなそっか、ズラとこう車に乗ってなかったって言ってたから。やっぱそうだね、全然メンテナンスしてなかったからここでオーバーヒートしちゃった感じか。さてどうしようか。ねえ、どうするの？ルーちゃんどうしよう。歩いて行くしかない。そっか、マイナス1度よ、アリスには無理。そりゃそうだ。泊まれる場所探そう。ちょっとなんかフランクだな、ルーサーに対して。この辺りに泊まれる場所なんてないだろ。どうしよう。ルーサーあれだね、前回はズラトコの手下みたいな感じで魂抜かれたような口調だったけど、俺は正気に戻ったしたおかげでだいぶ人間らしい喋り方に。動けるんかい。じゃ あ泊まれる場所を探す。なるほど。じゃあちょっとこの辺、なんかあの看板みたいなのが怪しいな。ちょっとあの辺行ってみましょう。まあ、周辺も探しつつ探しつつで、ね、ルーサーがだいぶ人間らしい喋り方になって、それに対してカーラも結構フランクな喋り方してるのがよかった。お、なんかある。パイレーツアミューズメント、海賊をテーマにしたアミューズメントパーク的な。明らかにもうやってない感じの看板だったぞ。あそこなんかあるかなアリスがルーサーに担いでもらってる。すっかり馴染んでるなルーサーも。なんか、なんだこの冒涜的な入り口は。泊まれる場所探さないと。泊まれる場所を探す。外は寒すぎる。廃屋を調べる。ずいぶん前に閉鎖したみたいだな。ぽいね。でもなんか宿泊施設、ミラコスタみたいなののなんか打ち捨てられたものないかな。雨風さえしのげりゃまあ最低限。ここなんかあるぞ。どうだ。ここは何かあったか。ダメか。泊まれそうな場所はない。なんか射的みたいな施設だったな。ちょっとじゃあ周辺ぐるぐる見てみま。ちょっと広そうだな。時間かかるかもしれ。なんかいるぞ。明らかに人。これは打ち捨てられたアンドロイドか。従業員だったアンドロイドが打ち捨てられた的なことかしら。調べられないか。なんかあれはマップかなが調べられるな。ちょっと先に調べよう。こっちよいしょ。
見る。なんだろうな、こっから来てこの赤いところが現在地っていうことでしょうね。ただ正直、ああ調べられる、あなんか動きそう動きそう、はい来た、海賊島へようこそ、思う存分楽しんでいっておくれ、やあやあ海賊島へようこそ、思う存分楽しんで、回収してやれよ、ああかわいそうにな、閉園するんだったら別の働き口見つけてやりゃいいだろうに、そのままにするっていうのは酷だよな、やっぱ人間ってクソだわ。でもそのクソさが憎みきれない、そんなアンドロイド林、ざっと地図を見たけどここみたいなところはなかったですねいやちょっとプロジェクトシラミプレスだな、順番にやっていこう。あ、なんかある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 。なんじゃい？お、これは、おお、ジャックスパロー？危険はいつも思いもよらない時にやってくるものだ。なんか不吉な予言されちゃったな。気分悪いよな。ええねや、ああいうのはなんかそういうのはいい占いだけ信じとけばええねや。こっちにもなんかある。3人には狭すぎる。そっか、言うほど狭すぎたか。まあやっぱここは、おう、海賊がテーマのアミューズメントパークということなんで、なかなかおどろおどろしいな。雪降りしきる夜にこんな廃墟を探索させられたら、今3人だからいいけど、もう泊まれる場所なんてなさそうだな。そっか、いやもうちょっと調べてみようよ。わお、タコの食虫、支柱かなんかで支えてるのかな。いやなんかこんなおどろどおどろしい廃墟、一人で探索してたらおしっこちびっちゃうぜ。ここなんかある。ここはどうだろうか。なんか建物は割と残ってるけど、あ、なんか行けそうじゃない。おお、中は安全そう。ここにしてみるか。ここは窓か。入り口を探さないといけないな。こっちかな。看板。ああ、ある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 。ただ打ち付けられてるぞ。ズワー。外す。よいしょ。お、俺がやろう。さすがルーサー。頼りになる。なんかもう。ちょっとお父さん感が出てきたな、ルーサー。おお、やっぱさすが力持ち。お、なんだ、ぶち破るのか。よいしゃー。おお、びっくりした、人形だった。怪しいぞ、やっぱもうなんかすごいな、頼りになるな、ルーサー。どうかしら、中は。思いっきり雪入り込んでますやん。ここで寝ましょう。火を起こすよ。おお、なんか今ちょっと暖炉みたいなのが映ってましたしね。寝る準備。おな、早速なんかある。アリスのために寝床を用意する。ルーサーのカバンを調べる。気になるけど、まあまずはちょっとこれ読みますかまあここは時間制限とかもないだろうし、最近ね読み飛ばしてたからちょっと見てみましょう。鑑定アイオワが謎の失踪。そういえばなんかさっき車のテレビでなんかやってた気がするな。デストロイヤー級潜水艦のアメリカ海軍艦艇アイオワが極海海域で消息不明となった。現在調査が行われているが、ウォーレン大統領はロシア政府の関与が疑われていると公表し、ロシアの武力侵入は新たなレベルに達しました、今こそ行動を起こさねばと述べた。何回もねこのアメリカとロシアの圧力みたいなやつが。おお、ここなら煙も平気だ。あ、ちょっとごめん、一旦読書の途中ですけれども、ルーサー見よう。ごめんね、ちょっと手伝わずに読書としゃれ込んじゃって。なんか手伝った方がいいかな。まあでももう火起きたし、いっか。アリスも調べられないから。ロシア政府はこれを全面的に否定したが、それ以上の声明は発表していない。事態はもはや戦争勃発寸前だ。こんだけ報道されてるってなると、やっぱ物語にもこれ絡んできそうな気しますよね、ここまで来ると。
まあ、例えば、まあ、サイバーライフ社とかアンドロイドたちが裏に表にここに関わっててもまあおかしくはないでしょうし、あとマーカスたちが今企てようとしている人間たちへの反乱、人間の世界を混乱させるためにこの緊張を利用しようという線も、まあ、今後なくはない気がするんですよね。まあまあまあいいや、ではアンドロイドバンドミュージックアワードを受賞、あっていうかほらウォーレン大統領とサイバーライフの近すぎる関係とか書いてるもん。いやこれやっぱサイバーライフこの戦争に絡んでんじゃねえかな。まあまあいいや、アンドロイドと音楽、ファンは大熱狂、伝統派は涙、アンドロイドへのハッキング、サイバーセキュリティ専門家が警告。さてさて、デトロイトのレーベルデジタルハーモニーが売り出し中のアンドロイドボーイバンド Here for You かなが、セレブレート音楽賞で最優秀新人部門に輝いた。一方人間のアーティストのみを扱うレーベルは連名で発表した同日付の公開上で音楽を汚さぬよう受賞を辞退するようデジタルハーモニーに求めている。まあまたこの手のお話か。しかし人間のミュージシャンが 5% 未満となった今の音楽市場では、伝統派の呼びかけに耳を傾ける人はいないようだ。もうそんなに、バンドの広報担当者は Here for You はファンに喜びと幸せをもたらしています、重要なのは人間かどうかではなく彼らの音楽性でしょうと述べている。まあまあ言わんとすることはわかる。いや昨今の AI の発展で驚いたのがさ、まずこう事務的な作業から仕事を奪われるかと思ったら案外と芸術の方から侵食していってるよね。それが意外なんだよな。まあもちろんああいう芸術って感性というものが大事ですから、アンドロイドたちが AI たちが作るものっていうのは大概は箸にも棒にもかかんないようなもんなわけですけれども、でも能率という点では人間と比べて圧倒的ですからね、もうヒット率は低いですよ、主玉混交でございますけれども、圧倒的な作業量でもってしてどん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 物を生み出していっていいものができるまで作り続けるみたいなゴリ押し戦法でもってして芸術の方に食い込んできてるっていうのがすごいですよね。その前に確定申告とか手伝ってくれる AI が欲しかったな俺まさかそっち方面っていう感じでね。アリスのために寝床を用意するルーサーのカバンを調べると、あ、いろいろ調べられるとこありますね。あれがルーサーのカバンかな。まあまあちょっとずつ調べていきましょう。っていうかさ、あの車乗ってる時にも気になったんだけど、このカールさんとアリスちゃんようやっとちゃんとした服をお召しになられましたねこれアリスさ、あの髪の毛を後ろでお団子にしていいね似合ってるね整えたりとかして、多分ズラトコ亡き後にズラトコ邸でいろいろ調整したりね、身だしなみ整えたりしたんだろうな。ここはどうだ。ああーこれでアリスの毛布代わりに、おお、あつらえたように。もうアリスここ2、3日ずっとこんな寝床だな、ほんとごめんな。サバイバル生活も板についてきたんじゃないか。いやーもうほんと申し訳ない。あともう少しだから、もうちょっと我慢してな。うん、そしたら人並みの生活を送れるように今頑張ってから、ルーサーも協力してくれてる。こっかね。はい、状況が状況とはいえこんな串打ちでも文句言わないアリスはすごいな。なんか見てる、いつの間にそこに瞬間移動した。アリスと話すか。まあ、ちょっとまだ調べられるとこあるんで先にそっちから行きましょう。カーテンを剥ぎ取った外には何が見える？何もなす三世だな。よいしょ、これは何かな。あー今なんかアリスが見てたポスターと同じような感じだな。家族の写真か。なんかまだルーサーも加わったばかりですけど、なんというかお父さんみたいな風格もあるしさ、カーラとアリスとルーサー3人でさ、まあいろんな問題はあるだろうけど、家族みたいに、アリスが望んだ家族みたいな感じできんか。これがルーサーの荷物だな。銃を調べる。まあいや銃、まあ護身用だろうけど一応改めておくか。よさす。何ロック解除だよ。いや普通に護身用だろそれは。まさかここに来て裏切らないよなルーサー。いや USJ でこの状況下で銃持ってんのは話しかけられないか。
別に自然なことだと思うけどな。お、あれこれ RA9、 いつも心に RA9。 まあここの従業員のアンドロイドたちが打ち捨てられた後に変異体になったんだろうな。じゃああらかた調べられたと思うんで、アリスにお話ししていきましょうか。よほう。家族か。何好感度？いつかこんな風になれる？なろうよ、3人で。楽観的にはちょっと言えないけど、現実的に突きつけるのもあれだから、誠実に。どうすればいいかわからないの。ねえ、家族になったことがないから。正直に今の気持ちを。私たちが家族になればきっと幸せになれるはず。おー、もう今の状況で100点満点の答弁だったと思う。今カーラと一緒にいられれば私はそれでいい。アリスちゃん、好感度下がることあるんか。そろそろ寝ましょう。寝よう。うん、夜が明けたらきっと国境を越えられるさ。そしてまた家族に一歩近づけるさ。その英気を養うためにも今日は寝ようか。ルーサーは話しかけられなかった。よし、おやすみ。この後二人でお話しするのかな、ルーサーとは。よし、おやすみ。安心させる、元気で傷つける明日。まあ中だな。ゆっくり寝てね。ぶちゅ。おやすみ。もうカーラの一挙手一投足に好感度上がるな。お話聞かせてくれる？お話？私のメモリーには9000個も童話がインプットされているの。うん、寝不足ではない。好きなのがあるはず。そうだな。お姫様の話にしようか。昔あるところにお姫様が住んでいました。違うの、そういうお話じゃなくてね、お話を作って。何、ここで俺の脚本家としての実力が試される。昔あるところに女の子がいました。お、これはアリスになぞらえた物語と見た。怖がっていた。その子はいつも怖がっていました。女の子。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。うん、普通の家族生活を。無理な願い、なんでそんなこと言うの。影持ちがみんなと違った。変わっているせいで幸せじゃなかったからです。アリスのせいではないけどな。ある日その子はロボットと出会いました。お、河原さん。これまでの展開になぞらえるなら戸惑うロボットかな。ロボットも同じように途方に暮れていました。そこで二人は一緒に逃げることにしました。これは幸せを求めて、より良い暮らしを得るために。旅の途中二人は危険な目に遭いましたが、でも力を合わせた。二人で、二人は手を取り合い、すべての危険を乗り越えました。その途中で二人は巨人守護者ロボット、守護者かな。ロボットと出会い、一緒に逃げて二人を守ってくれました。サンキュールーサー。物語のおしまいは、自分の、いやー、ここから先は願いを込めてハッピーエンドで。夢に見ていた場所にたどり着いて永遠に幸せに暮らすの。童話はいつも幸せな終わり方でしょ。でも本当はそうじゃない。現実にだってあるさ、ハッピーエンドは。掴み取るんだ、俺たちの手で。もう寝ないと。おお、明日は長い一日。アリスが家族になった。ルーサー、お休みのキスはしてくれない？ちょっと戸惑ってる。もちろん。これはもう家族ですわ。父ちゃんと母ちゃん、そして娘のアリス。イエス。おやすみ、アリス。ぐっすり寝て。ほら、もう娘が寝静まって、ここからは夫婦二人
しっぽりお話ししていきましょうや。ねえ、ルーサー。よし、ここ座っていい？やっぱカーラはルーサーと優しい子だ。話すときはだいぶラフですね。気を許してる感じ。それにとても勇敢。うん。おっと、さっき調べたやつか。RA9 って言葉聞いたことある。この雰囲気でする。最初に覚醒する存在。え？いつの日か立ち上がり仲間を率いて俺たちを解放する。おお。RA9 知っとんか、ルーサー。もし現れなかったら。みんなを煽るためだけど、ただの作り話かもしれないじゃない。多分にあり得る。俺は信じてる。おお。RA9 はいる。わお。俺たちの中に。俺たちの心の中に。その時が来れば現れるはずだ。本当に宗教的だな。アリスは特別な子だ。え、分かってるだろ。やっぱり。いやでもカーラさんは気づかないだろう。何のこと？いいえ、どういう意味？おう、好感度。え、なに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 、もう、あっ、うわうわうわ、あ、従業員アンドロイドだ。うわ、もう家族水いらずでしっぽりやってる時にお前らは邪魔しやがって。え、なに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 、アリスを守る銃を、うわー、どっちだろう。銃、いや、銃はルーサーに任せようよ。俺はアリスを守る。あ、おお、思った通り、息ぴったりじゃん。あ、でも危害を加えようって感じじゃないか。問い詰めてみよう。何が望み？話し合おう、まずは。こっちに来ないで。怖がるな。ほら、傷つけやしない。おお、俺たちは仲間だ。俺たちはジェリー。肺炎した時に置いてかれてね。あ、だろうな。怖がらす気はなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。なるほど。ここで何してるんだ？泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子。お、子供を見たのは久しぶりだよ。あ、昔はよく会いに来てくれた。遊園地の従業員の血が騒ぐか。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ、きっと気に入るな。あ、どうだい？お、それはちょっと。それじゃあついておいで。お、アリス、やめておいてもらえ。行くしかなさそうだな。アリスは肝が座りすぎだろ。おお、父ちゃんと娘だ。まあ大丈夫なんじゃないか。3人で行こうね。多分敵意はない。楽しませようとしてるみたいだし、暴走にはちょっと気をつけないといけないかもしれないけど。さあどうぞ。あー、ここか、メリーゴーランド。なるほどね。電源入れるのは私がやるんかい。おー、電気通ってんだな、まだ。さあこれに乗ってごらん。おお、乗ったら動かしてあげるからね。ああいう風にプログラムされてるんだろうけど、まあ彼らの行為に甘えよう。多分彼は純粋にアリスを楽しませようとしてくれてるんだ。よし、楽しんでくれるかな。従業員がピョンピョン跳ねてる。久々に子供たちを楽しませることができて嬉しいんだろうな。あの子が笑うのを見るのは初めて。確かに。ここのところ辛い目に遭ったばかりだった。もう完全に子供を見守るお父さんとお母さんなんだよ。あー、よかったな君らも。あー、よかった、アリスが楽しそうで。ということで海賊の入り江、
いやちょっと最後の方のルーサーとカーラの会話も気になりますが、とりあえず3人は心休まるひとときを過ごしたということで、まあ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 結果としていい思い出になったんじゃないか。あ、まあ今回はだいぶ妥当な動きだったみたいだな。前回マーカスがだいぶイレギュラーな行動を取っちゃったんでね。いやールーサーとの会話で RA9 という概念についてちょっと垣間見えた気がしますね。なんかこう実在するようなものっていうよりは、みんなの心の中にあるアンドロイドの心の中にある支えみたいな、そういう感じなんでしょう。これまで出会った人たちは狂信的にもう本当にカルト宗教的な信奉をしてましたけど、ルーサーは本当に心の支えっていうぐらいの、まあ信じてはいるけど基本なんか熱狂してるわけではないという印象でしたね。そしてアリスが特別な存在っていうやつ、いやーちょっとこの間言ってたアリスアンドロイド説、若干ちょっと現実味を帯びてきたような気がしないでもないですよね。なんか以前その話をしてる時のね、なんか編集してる時に気づいたんですけど、アリスって飯は出されててもそれを食う描写っていうのが本当にないんですよね。まあ私が全然トンチンカンの推理してて、ルーサーはもっと別の意味で特別だと言ってたのかもしれませんけれどもね。まあまあまあ、どっちにしろ今後分かってくるでしょう、その辺の意味も。アリスとカーラ、そしてルーサー3人で家族になっていけば、きっとその辺も分かってくるでしょうと。言ったところで、マジで壊されるなよ、この家族。本当に心配だけど。そんなところで今回は終わっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回。